どうもカマです。今回はティンバーボーンの、番外編ちょっとやってみたいなと思います。何やるかというと、まあ、このゲーム干ばつがあるじゃないですか。干ばつになると川が干上がって、せっかく川に設置した水車がね回らなくなってしまう。水車は貴重な動力源だからね、それがなくなると非常に痛いんですけれども、それをなんとかかんとか工夫して干ばつの時にも水車を回すことができないかなっていうのがね、もう気になりまくってですね、普段やってるのと別のマップを一つ使って試してみたいと思います。はい、適当にね AAA っていう名を付けたカスタムマップを作ったので、それでスタート。そして難易度もカスタムで、これね、すごい結構自由度が高くて、ビーバーの数とか1匹あたりの食事の消費量とかね、水の消費量を減らせたりするんですよね。なのでまずビーバーの数を20ぐらいいればいいかな。子供なし。食料の消費量、これ最低が10なので10、開始時の食料5000ぐらいにしとこうか開始時の水の量5000、これ今度は入るのか。で、まあ干ばつはなくてもいいかなっていう気がするので、これゼロにできるんだっけ。あ、ゼロできますね、干ばつ。はい、これでいきましょうか。スタート。はい、こんな感じのねシンプルなマップを作ったんですよ。で、ここにビーバーがいない。あれあ、そっか、俺地区の中心スタート地点作ってないからか。ちょっとごめん、もう一回やり直し、ごめん。はいはいはい、こんな OK ですね。で、とりあえず堤防が欲しいんですよ。はい、堤防化学ポイント120必要なので、まずは木を切って発明家を作るところからかな。まあそこら辺はね、サクッとやっちゃおうかなと思います。はい、ビバ工務店、通常ビバ工の作業員さんたちがね、頑張って今作ってくれてます。発明家を10個ぐらい作っとこうかな。ベリー全然減ってかないけどビバ工さんたち燃費良すぎでしょ。2日間全然飲まず食わず、やばくないですか。よし、堤防アンドックしましょう。はい、あと放水場も必要か。川がないところでね、水を流すために放水場もアンドックしましょう。はい、じゃあ、川がないところで水車を回すプロジェクト、最初に挑戦したいのは、堤防で普通にね、真っ平らのところを水路を作って放水してみる。こうやってこうかな。はい、2マスなっちゃった。あ、でもそうか、いいのか、水車は2マスないと設置できないよね、確かね。そうだね、これ時間かかるな。ちょっと建設作業員の小屋作るか。作るのに板が必要なので、先に板から、板材をこれで作るので、労働者の建設作業員の小屋かを、ここに2個ぐらい作っとこうか。あれ、ちょっと待って、ズルダジャが漏水でなくなった。うっそ、減ってんじゃんマジか。やっぱダメだ、ちょっと待って、家作ろう、これダメだいなくなるぞ。必要最低限のものはやっぱり必要だな。よし、放水場完成。さて、これでどうなるかな。はい、水を流すよ。うんうん、流れていく。ただこれでね、水の流れがね、勢いが出るかどうかなんだよな。どうかな。さあ、どうだ、回るのか。ま、あ、回ったじゃん。え、普通に回っちゃったえ、普通に回るね。あ、止まった、止まりずーね。流れたり止まったりだと、最初は流れたけれども今は止まった。これはなぜかというと、あ、乾いちゃった。
あー、3つじゃダメだってことかな。そもそも流す量が少ないですということですね。あー、来た。どうだ、これは結構な水量があると思うんだけどな。あ、止まる、乾くな。いや、でもこれはなんだろうな、この放水場を稼働させるタイミングをちょっとずつずらせばいけそうな気はするよね。水の勢いはね、全然なくてもほら、ほんのちょっとしか進んでないでしょ。それでも180馬力は出るんだよね。マックスまでは出てるんだよ。あ、わかった、途中細くするか。細くしてあげるといいんじゃないでしょうか。どうでしょうかって思ってんだけど、こんな感じで。こういう実験的なの大好き。さあ、これでどうなりますかね。水が流れていきます。水路の中に必要な水の量が相対的に減るから、長い間水車も回ってくれる気はするけどな。早送り。さあ、どうだ、回るよね。回る。お、やっぱ止まるのか。やっぱ止まってしまう。あー、やっぱ干からびるな。でも干からびる時間は短くなってる気がするよね。あとは水の勢いがあるといいかもしれないな。水の勢いをつけるためにちょっと段差を作るか。放水場を高いところに設置して、2段ぐらい高いところを設置して、そこからこう、水が流れ落ちる、それで勢いがつくんではないかという浅はかな予想を立ててみた。そういうことで一回やってみましょうか。お前ら何やってんだ、順番間違えてんだろう。そっからじゃ出れないですね。出口塞いじゃったもん。俺これ優先度一番低くしたんだけどね。そうですか。はい、完成です。2段落ち水路ですね。これで、落ちる時の勢いを水の流れに変えて水車をガンガン回してもらいたい。どうかな。自分で言いながら甚だ疑問です。さあ、どうだ。お、おおおおお、いいね。お、よくない、ちょっとこれ。ほらほら、ちょっと勢いあるように見えるんだけど、気のせいかな。あー、でも早速乾いていく。いや、大丈夫。放水場の力を合わせれば、水車だって回るに違いない。回れ、回るんだ、回れ。回んねえなー。あ、全然回んねえわ。あれ。これあれかな、水の落差は正直あんまり関係なかったりするんですかね。これ申し訳程度に回って止まった。あーあーあああ、これ微妙だなぁ。いや、思ったのがね、今だったらさ、水車が1個で180馬力でしょ。一方で、給水場に今6匹のビーバー使ってるから、6匹で180馬力。これ普通に回し車だったら、回し車1個50だから、5、6、300馬力出せるんだよね。だから全然今、損してるんですよ。めっちゃコスパ悪いの、これ。ただ、戦車を2個3個つなげれば、これで360馬力だからね。うん。コスパ良くなるわけですよ。両方ちゃんと回るのかな？後ろの方が回らなくなるとかそういうことある？お、お、お、あ、いかんとも言い難い。これさ、本戦場の数が足りない気がするな。ねえ、もう2機ここに追加するか。8機あればどうだ。
さあ、どうだ？お！お？頑張れ！回れ回れ！お、回ってる回ってる回ってる！うん！うん！うん！ちょっと、いろいろ微妙に変えてみたいんだけど、ここに堤防を、こうすると、水が流れる範囲が狭くなっていいんじゃないかな？あ、うん。いや、ね、単純に多分放水場の数だね、これね。うん、放水場を増やせば増やすほど当然流れも強くなるから、そうすれば回ると思うんですよ。そうか、わかった。じゃあさらにこれを手前側にね、倍にしようか。16基の放水場。よし、出来上がった。さあ、合計16機ですね。回るでしょうか。あー、でもついでに3つにしようかね。これだけ増やしたらここの細道もいらないんじゃない。もう1機いけるでしょ、これは。では参りましょう。放水場16機で水車3つを回せるのか、スタート。さあ、どうだ。お、回ってますね。あ、回ってますね。あ、すげえ回ってる。あ、でも止まる。やっぱあれだな、常に放水しっぱなしじゃないと回らない。あ、でもすごい回る。さっきより全然回ってない。これなら動力として使えるのでは。ね、まあ、夜止まってしまうという決定的な弱点はありますけれども。で、これさ、水をじゃんじゃん使い捨てしちゃってるんだけれども、この水をね、まあ、今ほら、川に流しちゃってるからあれだけど、普通に川のないところに作ったらどんどん下流に水が溜まっていくじゃん。それをまた、この給水ポンプでね、吸い出して、また放水場に持っていくと。いうのをやれば、永久期間ができるんじゃない？あの、ビーバーの労力抜きでね。しかもほら、水車もさ、今3連でも全然問題なく回ってるから、これをもっとこう、伸ばしてあげればいいんでしょう。そうか。これちょっと横にずらすか。横にこう伸ばしてあげれば、ずっと回り続けんじゃない？これ。何個でもいけそうじゃない？うわ、やってみよう。楽しそう。完成。放水場から水を流して、それが流れ落ちて水車を動かす。あ、待って、ここ止めないと。忘れた。ここはあかん、ここはあかん。来た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 。まず、放水場16基から水を流します。それが、この段差流れ落ちまして、水車をダバ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 ーと。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9。合計1620かな？動力を生み出します。そして、そこで流れてきた水を最後に、この給水ポンプで汲み上げるという仕組みですね。汲み上げた水は、ここの貯水槽にですね、ささやかながら、入れておいて、それをまた、ここの放水場で流すという無限ループ。はい。で、運搬員もね、ちゃんとここに作りましたんで、運搬員さんがそのあたりを多分やってくれるはず。はい。ということで、じゃあ、やっていきましょうかね。では参ります。放水、スタート！はい、水が満たされて、さあ流れていく水車は、まあ当然回りますよね。はいはい、回りますね。止まったり回ったり、まあほぼほぼ回ってます。で、あれ、なんかここから漏れてない？これ水ちょっと漏れてるような気がしますね、ここ。まあいいや、
こちらも回ってますね。はい。回ってますね。ちょっとこいつがあんま良くないかな。場所がね。うん、ちょっとこれは考えなきゃいけないけれども。下流の水車まで回ってますね。いい感じに。ちょっと緩いかな。緩いけれども、まあ回ってはいます。はい。そしてそれを、一生懸命給水ポンプで吸い出せ。これは、ちょっと心配なのが、給水ポンプの吸い出し量が間に合うのかってことですね。最終的に溢れる可能性もあるけれども。あ、そして、それをまた、持っていくわけなんだけれども、そこうまく機能するかな。まあ、このあたりは配置を考えればいいと思うんですよ。うん。給水ポンプから放水場までのね、長さを短くしてあげる。ここら辺うまくね、工夫すれば、最短距離でぐる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 回すことができる気はするよね。あ溢れ出した火が足りなかった。放水じゃないや、給水量が足りませんね。もうジャブジャブになっちゃいました。まあでもこれはこれで水車回るんじゃない。回んねえのかな、これ。回んねえか、上から溢れちゃってるから。この水路の中を通っていかないのか。なるほどね。うん、もう今はちょっとこれ以上いいかなと思うので、ここのお尻の堤防をぶっ壊してあげましょう。そうすると、ドバーン！はい、つうわけでね。まあそこそこでも回ってはいるよね。うん。これ、規模を大きくすればするほど、コスパが良くなるので、ある程度の大きさ、少なくとも、この大きさ以上でね、作った方がいいですね。まあただ、やっぱり夜はね、動かないからね。でも夜動かないのはね、回し車も一緒だから。うん、そこはまああまり考えずに。はい。まあただ、めちゃめちゃ堤防とか資材を使いまくるんで、そこをどう見るかだね。うん。まあ幸いこのゲーム、一回作った建物はさ、老朽化とかないから、まあ頑張って作った方がね、長い目で見るといいんじゃないかなと、いう感じですかね。はい。というわけで今日はここまでにしたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。